はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、ラストチャンスを目前に控えましてね、今回ドンドロ特攻がまだゲットできてないおかげで元気のリンク集めまくりましてね、でさらにちょっと今33から40いくついくと思うんだけどね、ちょっとそれをお見せしたいと思います。過去の所持で最高数なんじゃないかなと思いますね。一応なんだっけ、そうだこれだ、あれ消えちゃったか。11周年キャンペーンでこれか、キャンペーン終了しちゃったんだけど、これ当たったのかな。元気のリンクね、2個も配布になって、まあそれもね加わったんで、多分ね所持で最高いくんじゃないかな。33個なんですけど、いきましょう。ダセン、1個でしょ、2個、3個、これが配布だよね。でまあ2個配布として12個ですね、今回ドロップ以外がね。よいしょ、ダセン、今回超いってるね。まあ今までね40、まあ過去3アカで120個ドロップってのがあるので、1アカウント40個以上ドロップはあるんですけど、まあ途中で使っちゃっててね、こんなに手持ちあったの、そう、こんなに手持ちある前に使っちゃってたんでね、今回42個ですね、過去最高所持かな。はい、これをずっとサムネで使いたいね、 こんだけ落ちるぜっつってはい、そんな感じで、うん、42と、なんかここまでいったら50個所持やりってみたかったけど、まあさすがに明日ねラストチャンスで出るとは思うので、はい、今回30歩増かしが今日までね、12日で42個か。まあ正直12個ね、ログインボーナスとか交換とか無料配布があるので、まあ30個ドロップですね。なんですけど、はい、いいんじゃないでしょうか。今回、もうとにかく、オービーでも誰でもいいからね、一応土蜘蛛はいるんでね、で、あと封印も倒したんで、もうとっととね、あ、封印じゃねえや。こっちの封印じゃねえや。あの、ドンドロの方の封印はね、倒したんで、特攻なしでね。なので、もう誰でもいいから出てくれなって感じですね。はい。よいしょ。ね。ここね、倒したんで、60秒ね、終わってるんで。一応明日ラストチャンスだと思うんですけど、1万8000ないので30連しかできないんですが、まあまあ、元気の力42個もあれば、またね、20連分ぐらいは貯まると思うので、それでね、はい、やりたいと思います。一応今回はとにかくダークニャンでしか落ちなくて、初日はねドンドロで落ちたんだけど、2日目以降ドンドロお助けで落ちなくなっちゃって、まあ私自身もドンドロの火力が全然今ないので、なんかお助けしても申し訳ないなぐらいなんですけど、はい、みんなねすごいね進んで、42個あっても特攻ないとさすがに時間切れになりそうだよね、今回火力なくてね。はい、なんですが今回ここまで行けやしたぜ。42個所持いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあちょっと一応ね、2番目3番目もかなり落ちたんでお見せしたいと思います。一応このアカウント30個ドロップ行きました。169回で30個ドロップかでね、あ、ごめん、で一応ねやっぱりね、自分のアカウントばっか助けてると落ちないんで、もうとにかくフレンドさんがねダークにはいるときに、なんとか絡んで、あとね、自分のを倒してもらう、もうこれですかね。ドンドロもね、倒してもらうと自分のやつの時は落ちるんだよね。なんで、お助けで落ちないのがちょっと腹立つけど、今回そんな感じですね。シリーズ10周年コインもドンドロから落ちましたね。はい、じゃあ2番目いきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、これは159回ですね。で、ドンドロ4回で、これは2万2500いきそうですね。50連ラストチャンスできそう。で、24個、高橋由伸、中畑、こう、元気ドリンクがあって、今24番って誰なんだっけ？あれ？ニャンボコイン無料版。あれ？ 2 個消えた？あれ？あ、違うか。ミッションの方か。元気ドリンク1個。2個、これがあれだね、配布分ですね。
ドガン。なんかメイン、今回メイン役ばっか落ちたな。3個、何なんだろうね。4個、ドスン。あれ、メイン役がひょっとしてもう一回いけたかな。30個でいいですね。でもまあ18個ドロップか。はい、でも42個と30個、これいいんじゃないでしょうか。一応このアカウントは18個ドロップか。だから30と18全然違うね。30と18ってでも48個ドロップですね。無事にはしかゲットしてないの、これラストチャンスちょっと期待したいですね。はい、これで22,500いってねえな。まあログインボーナスでいけるかな。はい、じゃあこれは店名待ちたいと思います。本当はね、今回とにかくサナカド、サナカ土蜘蛛ゲットしたいですね。土蜘蛛ゲット難しいかな。はい、じゃあ3番目いきましょう。ね、種族効果アップはね、もう一生使えるからね。はい、これ3番目のアカウントで167回、2番目のアカウントだけすげえ少ないな。4回の元気力26個ですね。よいしょ、ドスン。これも30いってほしいね。27個、まだね1回も使ってないんだよね。28個、でこれが配布。よいしょ。あ、なんかメインだけなのか今回落ちてんの。何なんだろうな。あ、29。あー、いかない、いかないか。まあ、あ、あれ、え、31個、あれ、あ、そっか、2個あるからだ。そう、あの2個分あってあれだ。だから29だから19個ドロップですね。18、19、37、37+30個ドロップ、37+30、67個ドロップか。いいね。所持も67個で30で、あ、惜しいね。97個所持ですね。今参加で97個、参加で100個所持になるね。もうすぐ100個持ってても特攻ねえと無理なんだろうな。一応このアカウントだけダークニャンはゲットしましたね。もうなんかすり抜けるんだよな、キュービとかな。なんでちょっとすり抜けがラストチャンス超心配ですね、この ZZ。 そう、しかも今回ダークニャンも火力なかったな。今回みんな火力なさそうだよね。で今回さ、ほんとさ、最初はいいかなと思ったんだけど、この ZZ4 体って多すぎるんだよな。マジでこれ多すぎ。このキュービ祭りとオロチ祭りがいらなかったっていうオチだったんだよね。この2体がいなければね、なんかもっと、なんかもうちょっと行きやすかったのかなっていうね。はい、そんな感じしますね。うん、そうなんだ、これね、ほんとこの2体があれでしたね。で一応特大特攻オウビが今日まで、金曜日までなんで、これが残念ながら外れちゃうんで、最終日、まあ、土蜘蛛の特大特化来るとは思うんですが、他にどっち来るんですかね。地獄、あ、いや、でも地獄あれはあれだから、まあ、最後は、おろ、ん？違うな。ダークニャン来るのかな？キュービとオービ来て、ダークニャンが特大特攻来てくれたらちょっと嬉しいかなっていうね。はい、そんな感じもあるんですが、その時はね、不気味だから、なんかなおさら土蜘蛛の種族効果アップ入れてから本当はやりたいけど、まあそれは無理なんだけど、はい、そんな感じですね。まあでもね、今回イベントが評判良くないので、そういう時に限ってはね、いろいろ配布とかね、いいことやってくれたり、こうやってね、そうイベント評判悪いと元気ドリンクドロップしやすいとかね、ガシャ出やすいとかあるので、今回イベントの評判が良くないので、ラストチャンスね、あ、このアカウントはちょっと50連難しそうなんですけど、ちょっとラストチャンス期待して頑張りたいと思います。参加で30、50、40かな。最後120連最後ね、参加できそうなんで。それで、どんなもんじゃいって感じですかね。次のイベントは、もう出てるのかな。ね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。なんとかかき集めて、
やりたいもんなんだけどな、はい。まあでも今回ね、いいミッションとかいろいろあったし、よかったかな、はい。ね。あれスキルもらえるミッションってもうなくなっちゃったのかな。あ、当日、あの日だけやんない。一日ミッションだったかな。スキルもらい損ねちゃったな。はい、すいません。またお会いしましょう。さよなら。そうですね。スキルもらい損なったな。しくったな。一日ミッションだったのか。